どうも、みつみついと申します。まずはこちらの映像をご覧ください。ピッ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 、ありがとうございます。すいません。はい、ちょっとしたね恐怖映像でしたけども、これはですね9月にポケモンセンターでやっていたキャンペーンで、ポケセンの店員さんに指を振ったら特別なピッピがもらえるというキャンペーンがあったので、年がいもなく私が店員さんに指を振らせていただいた模様でございます。なかなかの大恥をかいてゲットしましたこのシリアルコード。早速ピッピを受け取っていきたいと思います。と思ったら期限切れてる。9月いっぱいまでだった。こんな早いんですか。もうちょっと猶予あると思ってたんですけど、というわけでね、せっかくもらったシリアルコードの期限を切らせてしまいまして、ただただポケセンの店員さんに指を振る様子を見ていただいたおっさんになってしまいました。そんな鬱憤を晴らすために今回は配布ピッピではなく自家製のピッピで指を振るを使ってランクマッチをやっていきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけでマッチングいたしました大魔王 X さん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、伝説幻ルールなんですが、相手には伝説幻どころか順伝もいないというね、まあ、そういったパーティーになっておりますけども、まあまあ私はねピッピ以外全部伝説幻順伝なんですけども海王ガが全体的にまあいけそうな気もする。なんか通りはいいような気はしますけどね。よろしくお願いいたします。髪型一緒じゃないてか、なんか似てない、まあ、似てないっていうか、まあね、そんなにまあポケモン剣盾もめちゃくちゃなんか顔のパーツとか髪のパーツとかね多いわけじゃないんで、まあ似るは似るよなっていう。はい、というわけで、ね、シザリが悪タイプということでね、ピッピ大得意ということで、よし早速ねやっていくぞ。指を振るだ、頑張れ頑張れ、いけるぞ。ここでなんか剣舞とか情け容赦なく積んでくる民だったら嫌だけど、ハサミキロチ嘘だ、あっぶねえ。はい、行くぞ。ピッ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 、フライングプレス。ほう、多分ね効果抜群だけどダメージあんまないですよね。ああ、でも意外とあった。っていうかハサミギロチン VS 指を振るってなんやねんどっちの運が強いか。当たるな、よしオッケー、行くぞ、指を振るだ。はい、ピッ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 、ダブルウィング。なんか意外といい技だよ。ただ物理技やめてほしい。もうなんか素直にムーンを打てよっていう話ですよね。でも相手しかハサミギロチン打ち続けてくれる限りは、ああ当たっちゃったまあこれは男の勝負なんでね、まあ、譲れないものがあった。まあ敗因は素早さかな素早さが足らなんだった。はい、もうここはねマーシャドウでしっかり取っていきたいなと思いますけど、悪事があったらね嫌だけど、まああるだろうな正直。引っ込めた、もしかしてあれかな、コダスカなんかな、あれコダスカギロチンだったかな、もしかしたら。まあ、とりあえずインファイト強すぎる。あとアーケオスって可愛いよねやっぱり。僕アーケオス好きなんですよね、あのバタバタ飛んでる感じ。特性がね絶望的に弱いですけども、なんとかね SV では救済されませんかね。種族値も高いし、このシザリが多分コダスカじゃないかな、あそこで引いたっちゅうことは。コダスカ、いやコダスカでも抜けてないっていう可能性もあるのが、まあ、分からん。もう神のみぞ知る。ただ僕は多分コダスカなんじゃないかなっていう。そうじゃなきゃなんだろうね、ノリのいい方だったのかもしんないけど、ハサミギロチン連発してるっていうのはそういうことなんじゃないかなと。というわけでね、ヒヒダルマがやってきましたね。なんか剣盾初期思い出しますね。ダルマはねダイマックスとそこまで相性良くないと思いますけどね。まあ多分だからアーケオスで本来ダイマックスを切る予定だったんじゃないかなっていう。でもまあね、あのようなね不幸な事故がありましたんで、まあ背に腹は変えられんちゅうことで。はい、というわけでマーシャドウ強ということで、まあ急所っていうねあれもありますけど、急所なくてもまあこの感じだったらおおむねいけてたんで、インファ2回で勝ちじゃないかなっていう。はい、というわけでね、ピッピの指振りはねちょっとねハサミギロチン勝負に負けてしまいましたけども、マーシャドウが強いってことでね。はい、というわけでマッチングいたしました柴さん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、四天王とマッチングいたしましたけど、ただどこが柴やねんっていう柴エモンガとか使わないだろうっていう感じなんですけども、まあまあまあね、まあ、とりまピッ
ピで行こうかなと。まあどうだろう、ピッピバタフリーの起点とかになんないかな、大丈夫かな。バタフリー来たらちょっともう指とか振ってる場合じゃないような気がするんですけど、ピッピー、ピッピザシアン、ザシアンどうだろうな。ザシアン、バドレックスとかどうやって、もう適当に強いマーシャドウ出すかい、もう適当に強いから。ザシアン・マーシャドウっていうね、まあ、大変面白くない選手になりましたけど、ピッピが大変面白いので許してください、お願いします。というわけでね、芝さんね、えいつの間にかにこんなに、ね、シュッとしたんですかね、あの筋肉の筋肉でおなじみの芝さんはね、えポケモン金銀でも四天王をやってたっていうね芝さんですけども、エモンガー、ヘイ、まあエモンガも起点系ポケモンだと思うんですよね。エモンガ持ってね、僕のピッピが起点要因みたいな言い方しましたけど、僕のピッピは基本的には指を振る要因です。身代わりとかされたらマジでだるいけど、ホッスリー、まあまあまあいいでしょう。僕の指振りピッピはね、こんなホッスリーには負けませんよ。はい、来ました、ピッ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 、トンボ返り、いらない、いらない。しびれたピッピが後続に来たところでねえ、どうしましょう。ねえ、これどうしよう。マーシャドウでエモンガってワンパンできんのかな。テクニシャンガンプでいけるかな。いけ、よーし、命中させて、オッケー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 、いいですね。結果的にピッピの指を振るがなんか生きた形になりましたね。別にこれピッピじゃなくてええやろって作戦ではあるけど、まあ、結果オーライ、結果オーライ。キュレム、ほう、いいポケモンを持ちで、ただインファイトが効果抜群になるんじゃないかね、キュレムは。まあ、素早さはこっちより低いんで、まあ、ガンプー使う必要はないかなって感じで、とりあえずインファ打ちましたけども、いやーでかくなりましたね。もうね、キュレムがでかくなったらポケットモンスターじゃなくてガチモンスターなのよ。モンハンタとかなのよ、もう世界観がねえ。あ、助け合ってもそうか、ダイアイスだったら貫通されちゃうのか。何ですか、何ですか、弱歩ですか。ほう、まずいね。まあさすがにこれはね耐えないと思う。これで耐えたらマジでバンシャドウバケモン中のバケモンねえ、耐えないんですけど、ダイアイスのねこれがうっといですね。まあ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 、しゃーなし。でまあマーシャドウは倒れてしまいましたけども、まあ、とりあえず次にザシアンがいるのでこやつは取れますけど、ザシアンがやられた場合ですよ。ザシアンがやられた場合ですね、僕はしびれたピッピが最後に残るっていう、しかもダイマックスできるのは今あいつだけっていう、そう考えるとここでダイマックスを切っとくべきだったなとは。へい、まあ、とりあえず居住山でこのキュレムは取らせていただいて、ラス位置が何か、ピッピに絶望的に弱いやつとかだったらね、ピッピが活躍する可能性もありますけど、そんなやついましたっけ。そんなやついましたっけね。フライゴンとか、フライゴンとかピッピ結構苦しかったです。でもフライゴンだったら別にザシアンで取れると思うな、いくらなんでも。バドレックス、おお、バドレックスですか。そうね、バドレックスは2つの特性を合わせ持つ、木の実が食べられない。はい、こちらが素早さ上取っております。ザシアンはね、ほんと素早さがめちゃくちゃ速いっていうのかな。おいー、お、強い。オッケーオッケー。いやー、やっぱりね、マーシャドウとかザシアンとかこういうポケモンを出しておけばね、最初にピッピで指を振ったとしても勝てる。まあそんな感じでね、指を振るが生きたかどうかは分かりませんけども、とりあえずねランクバトルでね指の方を振らせていただきました。まあだからね、こういうシリアルコードとかもらったらね、もうすぐもらうってことをね習慣づけないとダメですね。ほんとね、月日とシリアルコードはね逃げるように去っていきますからね。そんな感じでね、今回の動画を終わらせていただきたいなと思います。というわけでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録していただけると嬉しく思います。ではでは、お疲れ様でした。失礼いたします。